キプロス航空は、キプロスに存在した、国営航空会社である、ボーイング707から100バイトキプロス航空は1947年9月24日、英国欧州航空、キプロス政府他の出身によって設立された。設立当初の機材は、ダグラス・ダコタ3機で、当時のハブ空港であったニコシア国際空港より、アテネやロンドン、ベイルートなどに就航していた。その後、 保有機は、ダコタキ6機となり、クウェートやバーレーン、アンマンなど、中東方面の就航が増えた。ビッカース・バイカウント・ホーカーシドレートライデント 2E1960 年に、キプロス共和国が独立を宣言後、新政府を主要な出資者としたキプロス航空では、キプロス人の乗務員も徐々に増加した。経営が、軌道に乗った1960年代中頃には、BEA より、 バイカウント2機のリースを受け、テルアビーブやエルサレム、カイロなどに就航した。これらの機体において初めて翼のあるムフロンのロゴマークが付けられた。1970年代前半には、バイカウントに代わってトライデントを導入、フランクフルトやマンチェスター、ブリュッセル、パリなど欧州路線が拡充された。1974年7月20日、トルコがキプロス島北部に、 軍事介入、ニコシア空港は国連の管理下に置かれることとなった。この混乱でトライデント1機が破壊、もう1機に不具合が生じ、残りの保有機も収容されて、キプロス航空は機材と空港の両方を失うことになる。1975年2月、キプロス政府はラルナカ国際空港を建設、ブリティッシュミッドランド航空よりリ,リースを受けた。 バイカウント2期から運行を再開した。エアバス A300 から2001991年より、保有期には古代の都市や王たちの名が付けられることとなった。1992年3月には、チャーター便を専門とする子会社、ユーロキプリア航空、2003年からは、アテネを拠点として、欧州路線を扱うヘラスジェットを設立、運行を行っていた。リーマンショック以降は、 経営危機が続き、ライアンエアーによる買収も取り沙汰されていたが、2012年から翌年にかけて行われた政府による財政支援が欧州理事会で違法と認定。資金が回収できない場合、認可取り消し処分となるのを受け、2015年1月9日に運行を停止、その歴史に幕を閉じた。最末期は欧州と中近東に就航していた。 キプロス航空の A330 から200歳末期は6機のエアバス A320 を運航していた BAC1 から11から 500G 回ニコシア国際空港に放棄されたホーカーシドレートライデンと、主要部品は取り外され抜け殻のような状態となっているなど2016年7月チャーリーエアラインズがキプロス政府との間でキプロス航空のブランド供与契約を結び 翌2017年6月1日、ラルナカとサンクトペテルブルクを結ぶ路線で運行を開始した IATA コードは旧法人と同一である。ありがとうございます。